予定外の因子の存在を確認した。彼らはすでに二度も我らのキメラアニマを撃退した。そのようですね。行け、騎士。彼らの力がどれほどのものか、データを集めてくるのだ。了解。お化けはもう…キメラアニマ？あ、あそこ、あそこ、うん。へえ。でもいるよ、いるよ。壊れちゃったのかな。いるよ。僕たちの計画を邪魔しようって言うから、どんな奴か見てたけど結構気に入っちゃったよ。え？うわっ！あった！誰よ！あんた！僕の名前はキッシュ。とりあえずごちそうさま。あ、私の？今日は挨拶だけにしておくよ。ごちそうさま。キッシュ。は。予定外因子のデータは集まらぬのか。未だ捜査中です。50億にも増殖した下等生物めが。では、私は引き続き。キッシュ。我らが聖なる星、地球を死の惑星に導こうとしている下等生物、一刻も早く排除するのだ。まさか他の男とデートなんていけない子だな。君は僕のおもちゃなんだから。また会えたね、ハニー。あんたは。あの時はごちそうさま。でも今日はもっとお腹いっぱいにさせてもらうよ。何固まってんの？あ、そうか、そんなに良かったんだ僕のキス。ならもう一回しとく？ふざけんな！するわけないでしょ！うっと。相変わらずおてんばなんだから。あんた一体何者なの？言ったろ、僕の名前はキッシュ。あのクラゲ。行くよ、君の力試させてもらう。行け、パラ最強エイリアン。なんだ、変身しないと普通の人間と変わりないの。がっかりだな。あんたって最低。あっそ、じゃあもう飽きちゃったし、さっさと死んでくれる？なんなのこいつ、怖い。せっかく可愛いおもちゃを見つけたと思ったが残念だな。でも君を生かしておくと僕が怒られちゃうからさ。バイバイ、猫耳ちゃん。やられる。お待ちなさい。あ、ピコーン、ヒントエコー。なんだ、まだ仲間がいたんだ。とにかくキメラアニマを元のライオン赤ちゃんに戻さなきゃ。へえ、他のおもちゃも結構かわいいね。チェ、やられちゃったか。まあいいや、今日のところは帰るかな。もう二度と来ないでよね。つまらん、ちょっとスパイスでも加えてやるか。キッシュ、またあんたなの？はーい、イチゴ。頑張り屋の君に可愛い練習相手をプレゼントするよ。
して、その邪魔者の名は？ミュウイチゴと名乗っています。正体は？今のところ不明です。この美しい星を汚し、我が物顔に振る舞う人類という死を我は許さぬ。あまつさえ我らに歯向かおうなど、早いうちに始末せよ。それにつきまして、新たな策を思いつきました。この中にはこの星の動物に抽出した DNA が凝縮されています。これをある方法により人間から取り出した命の源スピリッツと合わせると、より強力なキメラアニマを出現させることができます。行動に移る。はっ。これだけ人間が集まっていれば適性のあるものはきっといるはず。マリーさん、こんばんは。え、パーティーの余興にちょっと面白いことしてみよっか。な、何よ。適性のある人間のスピリッツとこいつをくっつけるとこんなのが作れるのさ。フュージョン。どう？イケてるだろ。さあ戦ってみな。みんな、あいつがマリーさんをキメラアニマにしちゃったの。人間をキメラアニマに。おやおや、面白いね。いい余興だ。潰しちゃいな。ビアーノン。これがディープブルーの意志だ。悪く思わないでくれよ。チュ、何を考えてるか知らないけど、あなたの思い通りにはさせないわ。遊びの時間はまだまだあるさ。いずれまた遊びに来るよ。ディープブルー様、ここに。キメラアニマ、人間との融合実験の経過を報告せよ。はい。前回のプロトタイプの戦闘データを解析した結果、まだ不安定な要素もいくつかありますが、まあ問題ないと言ってよいはずです。ならば。はい。すでに適応能力者の捜索を開始しています。その力を持って必ずや奴らを。これもいまいちか。もっと純粋な輝きのスピリッツじゃなきゃ最強のキメラアニマは作れない。まあいいや、借りとくよ。どうしてなのだ、猫の耳かっこいいのに。へえ、君は猫になりたいのか。やあ、誰なのだ。僕は天使さ。嘘なのだ、天使がそんな悪党顔してるわけないのだ。ご挨拶だな。君の夢を叶えるために雲の上からわざわざ落ちてきてあげたのに。あ、そっか、こういうの打天使って言うんだっけ。あっち行くのだ。プリンはお前なんかに用はないのだ。そうはいかない。僕は君に用があるんだよ。叶えてあげるよ、君の夢をね。いるかな、あの子。あ、いた。エイリアン。フィッシュ。じらさないでスピリッツを吐き出しちゃいなよ。へえ、今まで探した中では最高のスピリッツかもね。さあ、ちょっと待った。なんだ、今日は君の方から会いに来てくれたのかい、ハニー。あんたなんかに会いたくないわよ。まあ、君とはいつでも遊べるからね。そっちの子貸してよ。いやよ。キメラアニマになれるスピリッツの持ち主は少ないんだよ。それも純粋な光を放つやつはね。
がさないよ。もう全員揃っちゃったか。じゃあしょうがないからこの子のスピリッツを諦めて昨日見つけておいたやつで行くか。フュージョン。そういうことか。まったく面白い子猫ちゃんだ。子猫じゃないのだ、小猿なのだ。うるさいよサンバ、その子から潰しちゃいな。やるじゃん。今日のキメラアニマは結構結構自信作だったんだけどね。まあいいや、また来るよ。おやおや、今日はこんなところでピクニックかい。それにしてもちょうどいいスピリッツの持ち主がいたもんだ。誰だお前。汚れなきスピリッツよ、荒らされし大地に命を呼び覚ますのだ。フュージョン。ようやくご到着かな。やっぱりあんたの仕業だったのね。こんなところまで何の用なの。僕は気まぐれでね。さあ早くキメラアニマを倒さないと、あいつの命が危ないよ。つまらないラストだね。